はい、おじでーす。さあ、前回に引き続いてね、今回も、このドコでオ、バズセイカ、ー、ね、えー、これの、ひっそりと検証になります。今回は何で検証するかっていうと、はい、前回やろうかなと思って、ちょっと断念していた、ゲーム機。ね、ゲーム機でね、今検証しても、ちょっとふわふわしちゃうな。ちょっと待ってね、えー、っと、 オープンカメラがね、調子悪いね。よいしょっと、固定した。ね。はい。で、今ね、テレビの視力から900に入れてる。で、これね、ウー,ーの視力80ワットあるんだよね。で、これ50ワットぐらいなんだけど、あんまり長時間使ったらダメだよっていうことらしいです。店主が言うにはね。 で、今ちょっと15分ぐらい休ませてるんだけど結構ねあったかくなるので今40度近くあるんで動かしてなくて結構ね使ってるとあったかくなりますこれねでえー、っとね椅子はねまあ,あのシミュレーターで使いたいのでまあ結局あの 下にあるね、バケット型のやつに、うんと、テーブルの下か、後ろのところにつけたいなって考えてるんだけど、今ここ、検証なんでね、えー、勘違いしたように、本番ではなくて、検証なので、えー、今、これにつけようかなと思ったんだけど、あのー、何か、板か何か、こう、うまくね、入り込むものがないと、 ちょっと固定が難しくて、ここに引っ掛けてやってたんだけど、振動で落っこっちゃうんだよね。で、ここについてると、ボーって感じで、だから結構それらしく気分は盛り上がる。めっちゃめちゃ盛り上がる。ね。ただ今これね、固定ができないんだよね。固定がね。で、ズランツーだと、あのー、ほら、音が悪いじゃん。すごく。 あのフォルサと違って、あの、めちゃめちゃ音が悪いじゃん。で、まずバズシェーカーを、これね、バズシェーカーを、ちょっとここのところに避難させておいて、綿の上に。で、ノーマルの状態で900で、ちょっと今ね、音を出してみます。すごい音悪いんだよ、ズランツーって。フォルサだと結構いい音出るんだけど、ズランツーはね、やっぱ、あの、 血管プログラムだよね、これね。すごいあの、音悪いんだよ。 この状態で、えー、っとじゃあバズシェーカーをじゃあちょっと両方ね映すのもちょっとちょっと後ろ下がんないと無理かなこれなら見える、ね、じゃあこれでちょっとねバズシェーカーオンにしていきますまう、あ、一リトライからいくね はい、そんなわけでね、あのー、BGM とかスタートのやつやけど、ズランツーってほら、あのー、車のエンジン音はすごい悪いんだよね。<laughs> すごい音悪いよね。<laughs> で、これね、パワーがやっぱ50ワットあるんで、床に置いといて、グーっていうのがね、すごいあるんだよね。このパズシェーカーね、あのー これ、一個でも、すごい、パワーなんだね、これね。すごく。今ちょっと動かした状況で、今ね、45度まで、46度ぐらいまで上がってるんで、まあ結構熱くなるんでね。うん、楽天ハンドピンとこないな。ね はい。で、えー、っとね、本当に Amazon 探すと、その、何だっけ、あの、ドリフトコンビ、えー、っと、ガヤさんとかね、あの、1万円ぐらいで、ってこう、やってるセットで、ここぐらいすごいミニチュア版なんだよね。これと比べると、すごいちっちゃくて、こんな美しくて、 でもあれでもバラ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 ってこうなるけど、まあ1個だと物足りないから、まあ2個とか3個とかつけてっていうね。まあそうすると、これの半額ぐらいなんだけど、すごくちっちゃくてパワーが少ないんで、まあ2個3個つけないとちょっとパワー不足っていうね。で、これ1個単品で50ワットあるんで、まあ2つつけたら100ワットになるよね。これ1個がすごいあの、ボロ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 くるんで、で、ズラン数なんで、 今テストしてるのがズランツーで、あの、低音がないんだよね。こう、ボボボボボボボっていう。ミーってやつだから。だフォルサでやると、多分、あの、ちゃんと、本物の演習の音でから撮ってるから、ウォーってこうなると思うんだけど、まあ、ズランツーだと嗅がなくようなドレミ音だからね。ちょっとこれが限界だと思うんだけど、まあ、それでもまだあの、こう、ボボボって言ってるね。 そこのところがちょっとこう伝わるかなと思います。ちょ、ちょっと音出ししてみるよ。もう一回ね。 で当然ながらこれ今、900でこのボリュームを上げてるんで前回の開封した時の動画見れば分かるように視力を下げればねもうちょっとこう弱まります今、上げてるんでまあ大体これぐらいでボコボコいくんだよっていうあのこれね、シートの後ろさっきペロってつけてすぐ落っこっち,ちゃうんだけどかなりの振動です。これね、うん ただね、結構熱くなるんで、こっち側、これね、滑り止めが、まあ、もう滑り止めも効かないぐらいにどんどんどっか行っちゃうけど、うん、こっち側はそんなに熱くならない。だからつけるときにね、何に、何にどうつけるか、ね、そこが課題になってくると思います。これね、ソファーの中に、ソファーの骨組み、 に板つけて、で、これつけとくときに、ちょっとこう、あの、かなり熱くなるんで、布があんまり近いとちょっと危ないと思うし、あとあの、合意とかだと多分、皮ね、溶けちゃうと思うんで、あんま熱いのサってと、変形しちゃうと思うんでね。取り付けがね、本当中に埋め込むとしたら、ちょっと考えないと、すごく熱くなるんでね。うん なのでねできれば空冷冷やしながら使えるのが望ま,ましいかなレースゲームの場合はさ「ウうー,うー」って出っ放し格子力がねでも映画の場合だったらその「グー」っていうシーンってすごい少ないと思うからねほ、うんだ本当映画とゲームで使うのではあの全然違うよっていうことでね まあ、ズランツーで物足りないものが、これでものすごく大化けする。ね。なんで、まあ、ズランツーで使ってこのシートとか、まあ、本当はね、あの、あそこにあるような、こうベンチ、ベンチの裏側にネジ止めで付けちゃえば、ベンチ自体がボーってなるから、まあ、それが結構一番いいと思うけど、みんなあれでしょあの、バケットシートでやりたいでしょ結局ね。まあ、そういうことなんだよ。 これね、今本当に、これね、これ専用のアンプがまだ日本に入ってないんで、出ないとね、大変なんだよね。あの、あの、ウーハー専用のやつのアンプにつけてもいいんだけど、結局配線がさ、あアンプに音を入れたら、スピーカーへの出力はプリアンプじゃん。えっと、プリメンアンプじゃん。だ今これあの、 パワーアンプになってるんだけど、だからこうやってできてるけど、まあ通常だと、プリ、プリから3視力仕様なんでね。1.2、2.1チャン仕様なんで、どんな道で2.1チャン仕用なんで、まあんね、んでその、ウーハー専用のやつをしけるってことは、あの、プリアンプで、視力ができるやつ、アンプを持ってないとできないんで、 うん今本当ね、この配信で今宿泊してます、ね。ただこういうもんなんだなーっていうのは試せるし、で、あの、プライムビデオとか映画見てる分には、これ椅子の下に置いておけばね、ボーボボボーってこうなるから、あの、ハリー・ポッターとかさ、ああいう映画見るときにはすごく重宝すると思うけど、ね。はい、そんなわけで、まあ、ズランツーリスモで本格的に楽しんでる方、ね。 でバツ製ーは本当に小さいミニチュアの、ね、こんな小さくてあの5000円ぐらいのやつあるんだよねこれぐらいの小さいやつ後ろが小さいやつで何オームで4オームでとかあの8オームとか,かあるんだけどあの小さいのと比べたら全然パワーが違うんだよねあんなもん2個つけるんだったらこれ1個つけた方がアホみたいなパワーが出るからねうんで本当に変なとこ消しると パワーがあの足りないから2個3個つけないと満足できないけど、こじわっと一発くっつけておくだけでもすごいパワーだからね。ら本当ねあの、ペダル、ペダルの裏側につけるとか、これ2個あって1個がペダルの裏で1個がシートの下にあったら、いやたまんない振動だと思うよ。おおっていうのはね, <laughs> ね。はい、そんなわけでね。 え、まあ、まズランツーなので、ちょっと音が悪いんで、あんまり魅力感じないでしょう。ね。なので、あの、コルサでもね、またちょっとテストしてみたいと思います。今回は一応、まあ日本といえばズランツーだからね、唯一ね。ズランツーで検証してみました。参考にしてちょうだい。じゃあね、バイバイ。